どうしてだ、どうして俺は負ける選択肢を取ろうとしているんだ。お姉さんが勝つためなら、あの手この手に色仕掛け型テーブルゲーム、マインズカナリア。今日はこのエッチな同人ゲームをさっくり紹介していくぜ。このゲームは麻雀を超超簡単なルールにしたようなテーブルゲーム、マインズカナリアで対戦していくゲームです。ただし、ただのテーブルゲームではありません。対戦相手のお姉さんたちは、勝つためには手段を選ばないので、もう基本的には3対1の状況で対戦することになってしまいます。で、ちょっと待てー。3対1の麻雀風ゲームなんて勝つの難しいんじゃないの？って思うかもしれませんが、そこは安心してください。主人公はステータスを運に振り切っているような男ですので、必要な牌が簡単に引けるでしょう。さらに、異世界転生した人もびっくりなチートスキルも所有していますので、まあ、勝つのはそんなに難しくないと思います。だがしかし、それで終わらないのがこのゲーム。お姉さんたちは勝つためなら色仕掛けだって使ってきてしまいます。さあ、勝利は目の前。しかし、負けたその先は DL サイトな楽園。あなたは勝つことができますか？俺は負けたぜ！そんな感じのゲームですので、本格的にテーブルゲームを遊びたいなと思ってプレイされると、何か違う世界に連れて行かれてしまうかもしれないですね。それとこれは個人的に好きな要素なんですが、キャラクターをカスタマイズする要素がありまして、まあ見た目やらポーズやら、あとは声だったり、まあもちろんエッチな攻撃だって自由にカスタマイズすることができますので、まあ皆さんも自分好みのお姉さんを作って色仕掛けされてみてはいかがでしょうか。さて、最後にこのゲームの本当の恐ろしさを皆様にお伝えせねばなりません。覚悟はいいですか？俺はできてる。このゲーム、本気を出されると、何もお伝えできません。